十文字ダコ族は深海性のタコの一族である。英語ではダンボオクトパスとも呼ばれる。この名前は街頭膜の上のあたりに巨大な耳のようなヒレを持つことから1941年公開のディズニー映画のキャラクターダンボの耳に例えられたことに由来している。現在13種が確認されている。多くの種の平均寿命はおおよそ3から5年である。 最も深い場所に生息しているタコの仲間である。なお、本属の一種十文字ダコグリンパトゥースゼヒポクラピウムが、かつてストーラチューチスヒポクラピウムとして属していた属、ストーラチューチスも十文字ダコ属と呼ばれ、同時に、その属するストーラチューチデーカも十文字ダコかと呼ばれる、ため、注意が必要である。グリンパトゥースゼアンバラータ標本は、マサチューセッツ州、オレゴン州やフィリピン、 アゾレス諸島、ニュージーランドなど各地で採取されているため、本属の種の多くは世界中の1000メートルから4800メートルの深海に生息するとされ、一部の種は海面下7000メートル付近に生息している。また、今まで知られている中でも最も深い場所に住むタコの仲間ともされる。深海性の生物のために人間の活動にはあまり影響されない。 天敵はサメや肉食性の統足類などである。墨袋を持たない代わりに、天敵から身を守るために、体の大きさを変えたり、色素法を持つために、体の色を保護色として、赤や茶色、白色などに変色させたり、あるいは海底の色と同じ色にしている。耳のようなヒレを動かす独特な泳ぎ方をする。また、足の動きにより、あらゆる方向に移動することができる。 また、足で、多毛類や、貝足類、わらじむしめ、短脚類や、甲殻類を捕食している。足は泳ぎや、捕食のためだけではなく、海底を張ったり、産卵などにも用いられる。ありがとうございます。